はい、このような形で全体を整えながら形にします。この良さはですが、書の苦手な方でもいろいろと修正しながら書けて、最後には上手な形になりますので、大変便利かと思います。そんな機能だと思いますので、ぜひとも書いて楽しんでください。それではこれを色を塗って一回設定しますので、設定をします。それでは、ツールバー右から2番目のレイヤーをタップして、今下絵の画像の一旦閉じます。目玉のボタンをタップして、このように閉じていただきます。続いて色を塗るレイヤーを選択を3を選択して閉じます。ツールの選択をしますので、ツールバー一番左のツール選択ボタンをタップして、下から3番目の塗りつぶしバケツをタップして選択します。続いてバケツの機能を設定しますので、左から2番目のボタンの押して塗りつぶしは透明度の方にタップします。これは 70% 前後で構いません。続いて指定レイヤーを選択します。そしてレイヤーボックスのボタンはここに3が出てますので、3を選択します。ここに出てますので3を設定して閉じます。色をこれ塗りますので、これはそのままで構いません。範囲選択した部分の内側にタップします。そうするとこのようにして愛という文字ができました。